おーい、おーい、なんかね、行く場所があまりにも見当つかなくてさ、もう昨日あの後さ、まあ、とりあえずやめて、でなんかこう布団の中で次どこ行くんだろうなって考えてたんだけど、全然なんか見当つかなかったから、もうめんどくせえから調べたんだけど、あのもう一回木のところ戻るらしいね。何のことはね。というわけで、まあ買い物に戻ってきたんだよっていうね。そういうことでいいんじゃない。どっかあった。まあどっけしこんだけあればポイズンぐらいは動いてなくても万能薬だよな。本当は万能薬を20個ぐらい買っておけば本当に緊急の時にはこれ使えばいいから。よし、というわけで猛ダッシュでなんちゃらの木のところまで、ああ、なんちゃらの木のところまで戻りましょう。めんどくさ。もうさあ、本当俺なんていうかこういうの人の話を聞いてないからなのか何なのかよくわかんないんだけどさ、なんかこう行く道間違えるんだよな。だから普段はなんていうか本当にガチのこう待ち合わせとかだったらすげえ下調べしてから行くんだよな俺必ず。例えばなんかコミケとかでさ、東京とか行かなきゃいけない用事とかある時とかも、なんか俺すげえ適当にフラッと来てるような、いやわかんないけど他の人間の印象なんか知らんからさ、わかんないけどなんかフラフラっと来てるような印象だけど、かなり綿密に調べてるからね。着く到着の時間からどの線を通ってどの駅でとかさ、あと行ったことないところだったら俺成田空港に電車で行った時とかもめちゃめちゃ下調べしたからね。自分のスマホ、ネカフェ、すべてでこう情報をこう集めまくって絶対間に合わないように、ああ絶対間に合うように、絶対間に合うように計画を練って行ったからね。でもなんでそうするかっていうと、まあ今回みたいに大概こう行く道を間違えるというか、話を聞いてなくてろくなことにならないみたいな、そういうことになって終わるからちゃんと調べるをする。あれ間違えた、なんだこれ、電卓が出てきた。 F1 を押したら電卓が出てきた。あ、電卓じゃねえ、その上に電卓のコマンドがあったんだな。初めて知った。あーこいつらめんどくせえ、いいよ逃げよ、あっさり逃げれるじゃん。さすがにもうレベル差があるからな、逃げようと思えばあっさり逃げられるんだな。でもそんだけこう綿密に調べ、30分前とかさぐらい前行動とかにしても大体着くのってギリギリだから、まあいかにこう最初のその自分の目分量というかさ、自分のなんか計算見てるのがいかに合ってねえのかっていうのがよくわかるよ毎回。楽観的というかさ、全然合ってねえんだよ計算が。だから俺が最初に思った通りのままの時間で出ればもう死亡確定。まあもうでも割となんかそういうことに関してはもう割と若いうちからそれについては気づいてたから、そのなんかこう自分がこうこのぐらいでいいだろうって思ってるタイムなんてまるで当てにならないっていうことは割と自覚してたから、あんまりなんかこう重大な遅刻みたいのはしてないな年食ってからは。
まあ、本当にもう飛行機が飛ばなくてとか、そういうのはあるけど、それはもう、知らんし。俺のせいじゃねえし。落ちてんだっけ。一回あったな、飛行機遅れてっていうの。冬かなんかで。冬はもうしょうがないよね。冬なんてもうさ、冬の飛行機なんかもうまともに飛ばないことが当たり前みたいな世界だからな。まあなんか幸い今のところなんか時間が遅れただけで本気で飛ばなかったっていうことは一回もないけど。船でさ、一回俺船で東京来てんだよな。東京っていうか、大洗まで行って、そっからバスとかなんだけどさ、全然なんか、年末とかさ、正月とか、そういう時期じゃなければ、結構1万円ぐらいで行けるらしいんだよね。ん？キリオどうした？ん？キリオ晴らしただと？本当だとしたらこいつらのどこにそんな力が。なんか裏がありそうだな。銀色の竜。銀の竜に乗るやつか。竜に乗ってきやがった。タオパイパイみたいなことしてんだこいつ。なんだこいつ。もう前見んなよお前。もういいよこっち見なくて。え、これからの僕には関係のないこと。こっち向かないでね。え、そのインファが今日は綺麗に見えるよ。星と共に生きる母なる大事にふさわしい麗しさだ。決めたよ、銀竜。インファの木を感激の席としよう。あそこなら脇役の邪魔入られたろうからね。銀竜も呆れとるわ、もう。こいつうるせえな。こいつ、え、何？戦闘いたつめつは今のままでいいか？え、どうやって変えるのこれ。え、これ仲間の入れ替えってどこでやるの。あ、そっか、とりあえずこれから先どこでやるんだろうな。モーグリとかのところでやるのかな。まあいいや、とりあえず。え、いきなりボス戦ってこと。あ、そっか、これ以降変える場所がないっていうことか。いやー、なんか人流もね、迷惑だと思うよ。立って座られるにしても、またがられるにしてもいい迷惑だよね。なんか生温かい感触が。さぞかし鬱陶しいと思うよ。どうやって登るの？どうやって登るの？マジで。世界中みたいな。ラピュタみたいになってんな、俺。私もちょっと。エレベーターとかない？何を迷う？自分一人でいちゃいいじゃねえか。なんでこんな甘いやつに敗れたんだ。え？お前らには考えがあるには見えねえな。貸しがあってね、今ここで返してくれよ。ガルガンソー。ああ、またあれに使うのか。またあれを使うのか。ええ。すごい身体能力だな。人間一人背負ってって、なかなかできない。うわぁ、もうそのアングル、まずい。俯瞰のアングルでお願いします。せめて。煽りは、厳禁。なんなの、こいつ。え？憎悪女？なんだ、憎悪女。
近いんだか遠いんだかよくわからんところにいるな。パーティー編成、メニュー、準備完了。ってことは戦闘になるってことだよね。じゃあ、とりあえず体力マックスにして、あとは別に、まあレベル上げまくったから大丈夫っしょ。なんとかなるっしょ。よし、行こう。全体図銀色じゃねえな。ガーネット・ティル・アレクサンドロス。そんな長い名前なのか。血気盛んなお人形。何言ってんのこいつ。生きるために他の生命を奪うことなんて多かれ少なかれ誰だってすることだろう。まあそうだね。君のままだね。どのままのことを言ってるの。お母さんも優しい人だった。マジ。それマジ。君の信じるままの本性を見せてあげよう。久々。え、クジャメ、ついにイパの木に現れよったな。残すはお前だけ。ああ、そっか、クジャメ倒すのか。ゾウ女ってこいつのことか。こいつゾウだったのか。なるほど。なるほど。なるほどっていうことで、いや、理解はしてないな。今は雑ななるほどだった。なるほど。雑な。俺読むの早いからな。これあれだよね、動画見てる人間としてはこう全く字は読めてない、ね、まあ自分でやってくれとしか言いようがない。気になるな、ウィキでも読んでくれ。霧の魔獣。でもなんかあれだよね、結構さ、もう中盤っていうか、まあなんかこう FF6 で言えばマタイリク、5で言えば崩壊前の世界、崩壊じゃねえ、あれくっつくんだっけか、世界がくっつく前ぐらいの感じだよね。これまだ雑魚だよな、多分。まだ全力を出すのが早いだろ。男子嬉しいな。あ、いや、まだ全然いけるわ、これ。まだただのザコだ。よし。自慢の顔も霧の魔獣の素早さに役立つ前。霧の魔獣めっちゃ弱かったけど。さらしてあげるよ。本気を出せるよ。僕の姿を。お前やめろ。それ以上。それ以上脱ごうって言うんじゃねえだろうな。やめてくれよ。露出鏡。脱ぐのか着るのか、まあ。ドラゴン支流だったら脱ぐんだろうけど。え？随分した。
バハムートとか使えるようになるのかな。なんかやばい召喚獣を呼び起こして世界が崩壊しそうな気がする。いやー、ほんとしかしあれだな、もうさあ、ほんと今更だけどさ、なんで俺このゲームラスト直前までやったって思ってたんだろうな。今考えると不思議でしょうがないわ。何なんだろうな。なんで刷り込みが行われたんだろうな。なんかね、ラスト手前まで行ったことになってんだよね。スターオーシャン2と混ざったのかな。あ、なんかね、スターオーシャン2がさ、同時期だったかどうか知らんけど、なんかやってたんで。で、バックアタックかこれもしかして。あ、そうでもないんだ。スターオーシャン2やってたんだよ。その時期。同じ時期に。したらさ、ラスボスが、まあ、これネタバレになるんだけどさ、なんか、ネタバレって俺でもねえけど、ネタバレになるのかもしんないけど、ラスボスがなんだっけな、なんかの状態異常が効いて、簡単に倒せるみたいなのを言ったやつがいてさ、ネタバレしてきやがったと思って、俺結構、ネタバレされて、それで完全にやる気なくなってさ、それはね、間違いなくラスト手前でやめたんだよ。それと混ざったのかもしんないな、もしかしたら。スターオーシャン2は俺クリアしてないんだよ。だから FF9 に関してはもう本当に序盤でやめてたのかもしんないな。序盤の記憶しかないからな。これなんだ？バハムートはいなかったからな。何これ、アクアマリ、あ、そっか、石か。この召喚獣でお母さんを助けることができない。なんで、すごい召喚獣ってことわかるけど、あ、やっぱリバヤさんなんだ。そうだね。使おうぜ。使ってみようぜ、試しに。割と真面目に戦ってる。悪ふざけの温床みたいになってたからな、こいつら。アレクサンドリア。ドラゴニックシードリンク。ああ、バハムートね。おお、すげえぞ、これ。ドラゴニックシードリンク。うわ、すげえな、こいつ。顔もやべえな。なんだ、その、目元の赤いの。メガフレア。とんでもない威力だな。大陸消滅するぞ、これ。何笑ってんねん。なんか頭になんかついてる。大丈夫。実はね、さ、あれを狙ってこの連中とつるんでるのか。だとしたら、侮れ。なんだそれ。勝てるわけねえじゃん。フラグを立てるな。血だ。おでこは血だったんだ、やっぱり。なんでメガフレア君だって額から血を出すの。それは、お前が勝手にずっこけて頭打ったとかそういうことなんじゃない。
なんか服の切れ足が焦げるとかさ、なんかそういう表現にした方が良かったんじゃない？このロリコンのオメガ。またお前か。バハムートより強いってことか、この召喚獣は。召喚獣なのかこれ、そもそも。あ、裏切った。あー、終わった。うわすごいな、やっぱこういうさ、なんかこう若干序盤のコミカル感からこう悲壮な感じに持っていく感じっていいよね。プラネオ女王を見つけた。ガーネットの声をする。あの気持ちが消えてしまった。あの人とお前と芝居を見た時に思う通りに生きた。お前も思う通りに生きなさい。いや、そんな無茶苦茶しといて。わかるけど、なんかビビの複雑な気持ちはわかるんだけどさ、アレクサンドリア帰ることにした。そうか。スタイナーとか使えるようになるのか、そろそろ。パーティー編成悩むな、でも。誰を使うっていうの。このシーンでさ、このシーンでこんなこと考えてる俺相当ダメなやつだな。真面目にやれって。真面目に悲しめ。なんだよ。声だけでかいな、お前。声だけ、声がでかければとりあえず出世するみたいなさ、ブラック企業みたいな感じだったんじゃない？ここも、アレクサンドリアも。街の者が、墓前に手向けてくれと。へぇ。あ、そうなんだ。へぇ。そんなもんなんだね。これはでも明らかにあれだよね。なんていうか、見た目をあれにしたのが悪いよな。どういう意図であれにしたのかわかんない。まあ、ガーネットがどう考えても親子じゃねえだろうっていうことをこう、示すためにああいう見た目にしたのかなんだか知らないけどさ、あまりにも敵すぎるからな。見た目が。完全に偽対抗だからな、あれ。でけえ髪留めならどうでもいいけど。めちゃめちゃでけえ髪留め。何のシーンだったの今。お前こいでねえだろちゃんと。お前それ手動かしてるだけだろ。ちゃんとこげ。ちゃんとやれ。働け。女王陛下。そうか、もう即位しちゃうのか。フライヤーは。俺の視力。フラ
いやでも若干火力不足感は否めないような。まあでもおっさんが来るならおっさん使うか。ベアトリックスが仲間になれば間違いなくベアトリックスなんだけどね。まあ使えないだろうから。残念ながら。ガーネット女王。感無量である。そんなこと言っていいのかお前。振られた。うちのお芝居結構評判いいやで。なんで関西弁だ。これ多分またしばらく戦闘ねえなこれ。予想だけど。スタイナーのおっさんとフライヤーっていうネズミを。衝撃場。頑張って火炎盤を作った甲斐があるってもんだな。なんで俺今ここだけ読んだんだろう。どうちゃんとしたところは読まないくせになんで俺今これを読んだんだろうか。え、頼りないって言われてるけどいざとなったらすごく頼りになると思うんだよね。なんでなんでそう思うの。あいつら明らかに何もしてなかったんですよ。俺、なんだ、俺らが一回戻った時も、なんておっきな、何それ。あ、そっか、英語も来てるのか。なんておっきなお家なのかしら。興味津々だわ。美味しそうな匂い。とても減ってるのね。なんだそれ。そのやりとり。なんなんだよそのやりとり。かわいそうなのね。どうしたいんだよ。ベアトリックスさんが女王になった方がいいんじゃねえの。そういう問題じゃねえじゃん。わ、すげえ。カバおばさん。すごいな。アンパンマンみたいな世界なんだな。カバオくんみたいなやつが。あ ?X と B って、X ってどれだったっけ。え ?B があれよな。丸よな。決定ボタンよな。と、X ってどっちだ。三角かな。あ、ここか。え?ああ、そういうことか。ときめも形式かなと思って。めっちゃ鬼連打してた。そういう問題じゃなかったらしい。カバオくん遅っ。なかなかやるじゃないな、あんた。何も食んねえのかい。何これ、カバオ、お前、本当にカバオなのかい、お前。お前はアンパンの世界に帰れ。本当にカバオだって。アレクサンドリアの男ども情けないからの。そうなの。割と平和そうだな。何これ。勇者像。一人での外出は危険です。心配してくれ。何してんのお前。こんなことあんのか。行けそうでどこも行けるところがねないんだよね。あれもう治ったの。
イリアの服？何の話で？何もねえし。わっ、見た目すげえな。なんか、あれよね、動物とか人間とかもうごちゃ混ぜになってるけどさ、この国。どういうことになってんだろうな。え？久しぶりでよ。どこの方言？久しぶりでよ。なんかまた悪ふざけが。この、若干シリアスになったなと思ったら悪ふざけが始まった。久しぶりでよ。長い間どこへ行ってたでよ。なんだよ、でよって。なんだろ、その、いちいち。いちいちその手を挙げる、そのポーズ。修行でよ。修行でよ。なんと修行でよ。教えるでよ。こいつら楽しそうだな。一日中喋ってても飽きないんだろうな。今のそれだけだよ、しかも。もう俺も暇じゃねえんだからさ。そんなことで時間を使わせないでくれ。アルテミシオ。何アルテミシオ。うわ、なんだあれ。配色ミスったみたいなモーグリがいるけど。あ、モーグリの名前のことか。スティールズキン。肌のツヤがいい。そういう問題じゃなくて、病気か違う種族だ。鳥が高く舞い上がるために。あいつの女の子の付き合いって今まで軽い付き合いばっかりだっただろう。今回みたいなマジな付き合い、だって付き合ってねえし、そもそも。そもそも付き合ってもいないし、振られてもいないと思うんだけど。今さら何、ブラネ再評価の時間が来てるの。なんで買えないのこれ。買わしてくれてもいいじゃん。リフレクトリング買えるのかよ、そして。合成とかあれだな、本当にちょっと先の方が変えるっていうぐらいなんだな。ブリガンダイ。え、なんでこっち、あ、これ合成か。あ、なるほどね。合成やね。黒帯。ねじり鉢巻き。パールルージュ。アンクレット。その辺のものはまだ売ってないな、さすがに。あ、ねじり鉢巻き売ってるじゃん。でもそんなもんか。何ができるんだっけ、これで。あ、黒帯ね。フェザーブーツ。そんなもんか。黒帯は強そうだ。あ、船で渡るのか。私たちは3泊100ギルで予約したはずなんだわね。え？いや違うんですよ。1泊100ギルなんですよ。私は3泊で100ギルだと聞いてこうやってきたんだ。誰に聞いたんだよ。それが、実は今、1泊120ギルになってるんですよ。なんでだよ。
ごめんね、騒がしくって。私とっても恥ずかしいわ。まあそうだよね。そんなことないよ。子供が迷惑し、まあ大体こういうのってさ、なんか親がこういうので文句言ってるのなんてさ、子供なんか迷惑でしかないからな。ほんとやめた方がいいよね。たまにああいうごね方をしてるやつがいるけど。魚親父って、なぜ魚を信用した。大体してごねて物事が何かなる、どうにかなることなんかほとんどねえだろうっていう。いや、これ上にいるやつなんじゃねえ。お、セーブできる。まあ、何分 ?36 分もうちょいやるか、さすがに。でも多分これ、しばらく戦闘ないぞ。またしばらく、シナリオを見る感じになっていくんじゃないかなと思うんだけどな。お。え?それはちょっと言えないクポ。日本郵便。ちゃんと配達をしろ。日本郵便、あれはヤマトだったっけ、なんかあったよね。え、シドの嫁さんの話を知っとるか。シドって誰だよ、そもそも。知らんよ。いや、シドは知ってるけど、まあ、FF といえばシドが必ず出てくるけどさ。あー、そっかそっかそっか。あれだ、ブリムシだ。俺、今思い出したわ。そうだそうだ、ブリムシだった。ど忘れした。え、で、劇場ってどこにあんの。え、でもこの人たちがこっちにいるっていうことは、こっちの方なんじゃないの。え、ちょっと頼みてえことがあるんだけど。俺たちと一緒にルビーの芝居を見てほしいってことなんだけど。ああ、いいけど。俺の後ろの階段?あれ?何後ろの階段って。あ、これか?あ、これか。人全然いねえじゃねえか。大丈夫か?ビビズラ。おいらおじさんじゃないズラ。全然客いねえけど大丈夫なのこれ。ビビしか客がいないけど。おい、身内しかいねえぞ。もう終わった。大丈夫か。姫様、今そのようなことをされている時ではありませんぞ。もうあの男とは住む世界が違うのです。ほんと、もうこいつクビにしろ。もう声がでかいだけで出世したやつ。声がでかいっていうことと、なんか勤務時間の長さだけで出世したようなやつだぞこいつ。それが通用したのはバブルの時代までだから。今の時代それも通用しねえから。ああ、召喚獣が使えるようになる石か。まあ、英子が装備することになるだろう。使えるのであればね。あ、スタイナー殿は姫様のお着替えにご興味がおありかな。そのようなことは。
ベアトリックス、ベアトリックスの頭のさ、そのなんか、それあれ巻いてんの、あれ。ついてんの、なんかサンバイザーがついてるにしか見えないんだけどさ。そうだとしたらどうやってくっついてんの、あれ。どういうことになってんの。ベアトリックスの頭に興味。あー、なるほど。英語でいいんじゃないの英語でいいと思うよ。だ俺もさすがに別に、なんていうかこう、ロリコンじゃないけど、英語の方がいいなって思う。残念ながら。現時点では。あれだけ気のないふりをして、なんかこう、今更、この段階になって今更会いたいみたいなことを言い始めるでしょ。偉そうなおじさん。偉そうなおひげ、偉そうな帽子、偉そうな鼻、全部じゃねえか。手紙の書き方ですか。お前案外暇なんだな。あ、後にも先にもあれを時ほどびっくりしたことはありませんでした。ああ、ガーネットか。なぜならそんなの女の子の顔は、亡くなられたばかりのガーネット様にうり二つしちゃったから。どういうこと？その女の子には角が生えておった。角が生えてる人間一体どこから流れ着いたのか。戦後はその女の子の角を取り去るように命令した。いやいや、あかんか。いや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 。え？いかんか。その妃だったブラネ様は女の子をガーネット姫として育てることにしたのだが、それでは今目の前にいる角の生えた娘とガーネット姫との関係は一体？亡くなったガーネット？ガーネットっていう人がいたってこと？そっくりな人が？じゃあやっぱり、ここの仙台の王はどうなってるんだよ、一体。王様は一体どういうことになってんだろう。どういう種族なんだ。わからん。なぜブラネとの配合でガーネットみたいなのが生まれてくるんだ。もう全然わからん。ブラネ城の実の娘ではないのです。そりゃそうだ。実は先ほどトット先生からお聞きしました。いや見りゃわかるけどなっていう見りゃわかるけどなっていうのをこう喉の喉元までこう抑え込んで今喋ってる。ベアトリックスさんは目がめっちゃ泳いでると思うよ。私エイコっていうの、マダインサリってところから来たのよ。またお会いしましょう。じゃあね。なんでモーグリがいるの。しれっと話を聞いてるけど、今度エイコを壊すのか。まあ、セーブしとこう。なんか全然戦闘してないから、もう一戦闘ぐらいしたい気分だよね。だってさ、なんかレベル上げすぎたからなのかなんだか知らないけどさ、なんかさっきすげえ、こうなんだろう、パーティー編成大丈夫？このパーティーでいける本当に大丈夫？結構熾烈な戦いが待ってるよみたいなさ、感じでこうパーティーの付け替えとかいろいろさせられたけどさ、その割にはなんかもう、全然なんか雑魚敵と2、3戦させただけで終わりみたいな。うわぁどんな吹っ飛び方だよ。このタコ。その手紙をジタンって人に届けてちょうだい。いいわね。それでいいの？本当に助けない。助けてやれよ。そりゃそうだ。城への出入り自由だな。船が来てねえじゃねえか。なんだてめえか。隊長、盗賊なら捕まえましょう。こいつもプルート隊なの。
プルトタイって女もいたんだ。へえ。あ、女じゃねえか今。男か今の。なんだ？どうなってんだ。男か。だが盗賊は盗賊である。そのようなものを城内に留まらせることはできん。ああもう。何そのポーズ。何のポーズだ。あれ誰が拾うのこれ。お前が拾うんかい。来まし。来ましたわ。大声がすると思ったらやはりスタイナーでしたか。ですよね。夜空が、これ俺読むのかよ。夜空が月のペンダントで着飾る頃、私は船着き場であなたが来られるのを待っています。何ですか、この手紙は。随分短いな。スタイナーから私へのラブレター。嘘そんな感じがするのか。お前もなんかなかなか天然というか、ダメだろ、この国やっぱり。この国はダメだ。国家転覆しかない。時短が富山高一になって国家転覆を図るしかない。酔っ払ってんな。あんたは飛べるで。誰そうずらい時短。よしくれ、お前たちに俺の気持ちが分かってたまるか。おい。みんなと一緒にお宝を盗みに行こうぜ。なるほど。それが守れねえやつはタンタラスに入る資格はねえな。なるほどね。お姫様を誘拐してこいってことか。忘れちまった。何が。ああ、手紙がないじゃん、そもそも。お前、マジか。これでスタイナーとベアトリックスに謎のフラグが立ってしまった。別にいいけど。ベアトリックスはそれでいいの？あれでいいの？まあ別にいいけど。でもまあ分かったことはアレクサンドリアはもうダメだってことだ。ベアトリックスがいればなんとかなるかなと思ったけど。なんだ、柱の私の顔に何がついてると思うっすか。ヤンキーみてえな。ヤンキーみてえな。何癖を。やるか。完全にヤンキーじゃねえかこれ。喧嘩を売ったことはないが売られた喧嘩は必ず買う主義。お前が詫びさえすればそのブレは見なかったことにしてやろう。完全にヤンキーだな俺。滞在。自分で言えや。特別の配慮。へえ。
お主と同い年のダガーが一角を背負うというこの時期にお主は何をしておるのじゃ。少しはクジャとやらの素性でも調べることができたのか。えい、どうなんだじゃ。ここみんな怒ってんの。みんな更年期障害だな。だけど俺に何ができるんだ。大事な人に優しく声をかけることすらできない。守り通すことだってできるかどうか。なるほどね。俺の出る幕じゃないね。俺から逃げようと思ったって無駄だ。俺はどこまでも追いかけるからな。ストーカー。おっさんのストーカーが。あ、いいっすね。漕いでくれるんですか。これはアリア。ここはアリアの世界。制服どうにかなんないっすかっていう。その制服どうにかなんないっすか。完全にこれ薄い本のアリアで。そんなものがこの世に存在するのかどうか知らないけど。書くと怒られるって言ってたから怖い怖い。つまみ出されてるんだけど。もう小さい弱いものに対しては強いな。想像しだのうるさいだの騒がしいだのやかましいだの。サラマンダー、なんか今更だけど、首長いな、お前。なんか顔面の位置がすごいことになってんな。マダイン・サリ。姫様でありやすか、ありやすかしね、ありますか。うん。リビドの頼みなら何とかいたしましょう。ムカつくな、これ。人によってた態度を変えるみたいな。まあ一応全員通してはくれるんだね。よく来てくれましたね。高いところから高いところから失礼しますって言え。俺はいいよ。ふてくされとるな。それがこれからどうなっていくのかっていうのが楽しみではあるよね。召喚士の絆の証全部くれ。全部くれ。あとリヴァイアサンのくれ。使うから。それ早急に使うからくれ。スタイナーも入っていい。俺の言葉が。困ったことがあったらいつでも相談しに来いよな。全部嘘だ。俺の言葉なんかじゃない。俺の言葉なんかじゃない。来ましたわになるだけじゃねえか、これ。あれ？あ、いなくなるのか。誰か来るわ、来たんかしら。急いで隠れなくちゃ。え？お前らが来るんかい。
いきなりホモ展開。兄貴ラブレター誰が来るのこれ。スタイナーむちゃくちゃだよ、もうもうめちゃくちゃだよ。乱行パーティーが乱行パーティーが始まる。男の比率が多すぎるからダメだな、これは。なんなのこいつらのポジティブシンキング全体的なお前らいいな、前向きで。まさかお主、あ、それはそれでいいんだ、オッケーなんだ。まあ面白いからな、ちょっと。どうなるのこれ、本当にどうなるの。こいつああ、せっかくいいところだったのに。俺らのセリフだよ、それは。なんだこの茶番。僕探してくるよ。わあ。なんぞ。俺で。これカードゲーム大会カードゲーム大会会なの次は。フライヤーが増えただけか。月なき味空の道化師たち。わ、まだいたのこいつら。懐かしいな。顔でかっ。再び城に戻らせてもらうとおじゃる。どの面下げて、何を言ってるんだこいつらは。盗賊じゃない君たち。全然機能してねえな。今の茶番いる今の茶番いる。カードゲーム大会しなきゃいけないそんなに興味ねえな俺カードゲーム大会。ちょっとセーブさせてもらえねえかな。どうでもいいんだけど。セーブポイントどこだったっけ、この街。確か、あー思い出した、なんか橋のところにいたよな。どうやって行くんだっけあそこ。こっちじゃねえな。
こっちだっけ、ちげえな、なんか道の途中に置いてあるっつうかいたような気がした。どこだったっけ、そんなに入り組んでないんだけど、あーここだここだここだ、いた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 、よし、ここで一回切れる。セーブするクボ、セーブして。まあでもシナリオもね結構気にはなるな。なんかシナリオをすっ飛ばしてとりあえずクリアだけすればいいや的な考えもなきにしもあらずだったけど、まあ、シナリオも結構気になる。これから時短がどうするのかとかいろいろ気になるところはあるわ。というわけでじゃあ今日はこんなところで、だいたい1時間だな、ちょうど1時間ぐらい切れるようにできてるんだな体内時計が。すごい。